やべえな。編集時間もろもろ考えると30分ぐらいしか試合できねえ。撮影時間がない。どうしようかな。30分ぐらいでサクッと活躍してくれる選手いないかな。私に任せなさい。その声はウクライナのやシェフチェンコ。お前やってくれるのか。助けてくれ。どんなに試合行けても2試合が限界なんだ。予定が入ってるんだシェフチェンコ。2試合でなんとかやってくれんのか。私に任せなさい。はい、どうもメスです。ということで、時間ないのはガチです。はい、なので2試合で終わらせようと思うんですけれども、とりあえずね、まあ、せっかくやっぱブースターがかかってるなら、どれかね、やっぱ限界突破させたいなと思って、一応瞬発101にしてみました。かなりね、タレントポイント振りました。うん、簡単には101いかなかった。で、ワンチャンね、スピード瞬発101いこうかなと思ったんですけど、無理でした。はい、まあ好調絶好調だとね、多分行くと思うんですけど、無理でした。はい、で、ですね、追加スキルでダブルタッチでらしくをつけて、安易な、特殊ダブルタッチのシェフチェンコを再作成してみました。うん、まあなんとかしてくれるでしょうということで、時間ないので早速試合へゴー。さあ、ということで1試合マッチングしました。よろしくお願いします。さあ、調子見ていきましょう。シェフチェンコ、せーのドン。おー、好調はやばい。これさ、俺気づかなかったんだけどさ、俺コメントで言われて気づいたんだけど、好調時の能力とか出なくなったんだね。なんでそういう余計なことするかな。いや、コロミさんごめんなさい。いや、それは残しといていいでしょう。いや、出してほしいな、好調時とか絶好調時の能力。なんで消した。さあ、行こうか。お願いします。まあ、能力値ね、また見ていただければわかると思うんですけど、まあ特殊ダブルタッチにはしましたが、まあタレントポイントね、瞬発の方にかなり振っちゃったんで、まあ、ドリブルでガンガン抜き去るってよりは、シュートの直前にちょっとダブルタッチちょちょんってして、まあ、決めるっていうね、ちょっと意味合いで、はい、つけたので、ドリブル全然すごくねえじゃねえかとかっていう、ちょっとやめて、取らないで、危ない、ちょっとやばいぞこれ、はい、危ない、っていうね、ツッコミはやめてください、はい、お願いします。はい、いいよ、シェフチェンコ、はい、ここでダブルタッチ、はい、いいよ、行っちゃうか、嘘でしょ、それは無理。さあ、シェフチェンコ行きたいね。一回預けますか。で、こうして、さあ、瞬発に身を任せ。うわー、おっしゃ。うわ、マジか。いや、でも今の抜け出しよかったね。ギュンと抜け出す感じ。お、これはいったね。はい、ループ無理。まあ。シェフチェンコのアシストみたいなもん。いやー、無理だ、それは無理。はい、了解。ちょっと1試合目時間かかりそうですね。はい。はい、シェフチェンコ抜け出してドーン。うわー、それ決められないか。抜け出しいいけどな、決定力ちょっと絞ってるから、その影響もあるかもしんない。はい、シェフチェンコいったでしょ。これはオフはない。いった、オッケー、ナイスセンキューシェフチェンコ。いい抜け出しですね。トラップてる、いいよシェフチェンコ、行こうぜ。はい、こうして特殊ダブルタッチ、はい、無理。はい、抜け出して、これはいただきマンモス、ナイス。はい、ありがとうシェフチェンコ。いや、いいね。やっぱ俺の目に狂いはなかった。やっぱサクッと活躍してくれる。絶対そう思った。強いもん。で、これでね、今日上がってるかな、動画わかんないけど。ガチャの動画でも話しましたけど、これで、プラスね、おー、なんかもう、やけくそになってるな、相手。やけくそになってます。これで、なんかスーパーサブがついてたらなおさらいいかなっていう風に思いますね。シェフチェンコ抜け出していく。これどうだ、インパクトどう。はい、素晴らしい、ハットトリック。
最高サクッとハットトリックナイス強いわ。まあ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 、当たり前だけど、当たり前だけど強いです。あー一緒一緒、あーあーやってんな、やったな。相手もうやけくそになってるぞ。あー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 あああ、もうぐちゃぐちゃだ。もうシェフチェンコの強さにもう耐えられなくなっちゃってる。あーあーあーあああ、もう PK だこれ。ど真ん中は多分あの普通に、ああやばい、これ読まれたぞ、やばいかも。ああ大丈夫でした、大丈夫でした、シェフチェンコ。もう時間かかるってマジで、もうええって時間かかるから。ちょっとね、本当は相手してあげたいんですけど、マジで時間ないんで、ちょっとサクッと試合終わらせます。鳥かごしようかな、もう鳥かごでもいいかも。ちょっとこいつに付き合ってる時間がもったいない。ちょっとごめん、時間ねえや。うわだるいだるいだるい、マジで時間ないんだってこっち。ちょっともうだるいんで、ちょっと鳥かごします。はい、だるいんで鳥かごします。はい、おいっとちょっともうね、付き合ってる時間があれなんで。はい、おお、いけるかかん。いや、ちょっと、やばいな。捉えるわ。あー、やばい、撃たれる。あぶねー、よかったー。セーフ。あ。あー、出たーあー、くれた。優しいねー、ナイスー、素晴らしい、シェフチェンコー。はい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 。ということで、余裕でした。はい。さあ、ということでね、1試合目はまあもうめちゃくちゃ活躍したんで、まあまあまあ2試合目サクッとやって、はい、今日の動画終わりたいと思います。さあ、シェフチェンコ、あー、調子普通ね。はい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 。いや、でもさ、なんか1試合目使って分かったけど、やっぱなんか、まあ気のせいに近いのかもしれないんですけど、やっぱ瞬発力があることによって、こうなんか裏への抜け出しが、なんか切れ味がめちゃくちゃ鋭い感覚はある。まあ、プラセボかもしれないけどね。うん、で、特殊ダブルタッチはね、まあまあ、うん、まあ、いいでしょう。お、ナイス、いいよ。いいよ、いいよ。行くか？ダブルタッチ、はい、来たか？うわー、めっちゃ良かったのに、ふざけんなよ、PK だ。うわ、めっちゃ良かったぞ、今の。あれ？嘘でしょ？おーい！さあ、ガチラストで行きたいと思います。シェフチェンコ、好調、ナイス。オッケー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 。で、お相手さんはこんな感じ。はいはいはい。行きましょう。お願いします。あ、やばい。ああ、ああ、ああ、それはやばいわ。あ、無理無理。おーおー、助かった。助かった。危ねえ。さあ、シェフチェンコ。ピンチの後にはチャンスがある。いけるよ。一回出して、はいよ。一回預けるか。チャンスはなかった。おい、抜ける。はい、ここでこうして、こうしちゃって、出せないか。取れる？はい、ナイス。いけるか？いけるか？スルスルっと、スルスルっと、スルスルドカーン！あー！いやー、通るか、それ。マジか。うわー、マジか。いや、無理ー。マラドーナ、つえシェフチェンコ、よーし、オッケーよし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 。相手が動かす、いやー、動かさないことを見越した方がいいな。下で、下で行きます。飛べ飛べ、よっしゃー、ナイスー、あるよ、あるよ、あるよ、ある、うわー、シェフチェンコかわせ、うわー、まだあるか、まだあるか、もう一回する、あらららら、落ち着いて落ち着いて落ち着いて、シェフチェンコに落ち着いて、シェフチェンコー、くそー。